ございます。朝早く目が覚めましたが、しばらくダラダラとしていました。羽幌線の序盤跡を見ながら北上します。で一休みして、サロベツ湿原を見に行くことにしました。72番に入り、幌延ビジターセンターに向かいます。
館内に入りました。いろいろ興味深い。ざっくりした感想は、牧草地が増え湿原が減ったのですが、人間がいじると楽なことはない。自然をほっとくのがいいです。向こうの乾燥に行ってみます。その前にバンケ沼園地に寄ってみます。水鳥の繁殖地及び渡り鳥の中継基地ですが、訪れた時は何もありません。湿原センターに向かいます。湿原センターに来ました。元泥炭採集工場だったんだ。泥炭って石炭が入っていると思ったら、湿原の土を肥料にしていたんですって。日本海側道道106号線に向かいます。
展望休憩施設大船の湯に来ました。営業は休止していました。シャップ岬に来ました。すぐ離れます。真っ赤ない公園に行ってみます。結構きつい坂です。いいじゃん、ここ記念塔は有料なので入りません。鹿の糞が多いですが、いい眺めです。ご視聴ありがとうございました。